こんにちは、彦左衛門です。今日はですね、これからちょっと新しい動画の取り組みを紹介して、そしてみんなのちょっと相談もしたいと思いますんで、よろしくお願いします。この彦左衛門チャンネルが2009年スタートした時に、まあ覚えてる人は10人20人ぐらいいるかと思いますけど、当時はなんか最初日本語だけで動画作ってて、でその時も、まあ、たくさんの人見てくれて、もう優しいコメントたくさんもらったんだけど、でもやっぱりその間でもうそのうちなんかもう結婚生活入って仕事忙しくなったりして、子供生まれて時間がどんどんなくなって、まあいろんなことあって、結局その編集動画とか字幕付きとかいろいろなんかどんどんその、まあ、日本語動画作ってもそのコメントも戻ってこないとかってこともあって、英語はもう楽でいいと、結局もう動画はほとんど英語に切り替わってて、よくもういつ日本語の動画再開するかって聞かれますよね。でそれでちょっと今年2015年改めてですね、新しいプロジェクトで日本語だけの動画にもう真剣に戻りたいという考えで、この新しいシリーズ日本ウォッチという新しい動画シリーズをもう習慣的に作ろうと考えて、これは初めての動画です。ただまあアイデアとして原則5分限定で、まあ、字幕もつけないで自分ができるだけもう編集が簡単なように、ただちょっとねおしゃれなセットもちょっとこの YouTube のスペースも使おうと思っていい機会だと考えたんだけど、そして内容としてはもういつも聞かれるんだけど、まあ、聞かれるのは一番2つですね、3つかな、日本語はどうやって覚えたのかと、日本語の動画はまたいつ作るのかと、あと日本は君みたいに外人にどう見られてるのかで、僕みたいな外人って日本16年で母国より長いんで、正直言って外人の観点で何とも言えないんだけど、ただまあやっぱ日本に関するニュースよく見てるし、でみんなこれすごい興味あると思うんで、自分の見た目線で海外はどう日本を見てるのかっていうテーマで、まあ、この動画シリーズ中心しようと思っています。ただ皆さん少し一つ相談、まあ3つのことを相談したいと考えています。まずですね、まず一つはもうこのチャンネルにはすでに2つ、この東京都内日曜日の1時間の英語トーク番組と、一人でやる番組と、水曜日の夜1時間の英語の2.5 親父、ビクターとやってる番組があって、まあ、基本的に英語の動画が多いんですけど、この日本語の動画はこの英語の動画と混ぜて同じチャンネルに載せるのか、新しいこの動画のために別チャンネルで全部日本内容が日本語にするのか、どっちがいいかって、もう両方の考えあるんだけど、ちょっと皆さんに相談してフィードバックをお願いしたいと。もう一つはこの日本語動画再開するとみんなどんなことを聞きたいのか、どのようなテーマがいいのか、もちろんその日本はどう見られてるのかが基本テーマしようと思ってるんだけど、具体的に何かあったらコメントでぜひ教えてもらいたいと。であと最後も何か希望、もうせっかくね新しい取り組み作ってるから、例えばどこの頻度とか長さとか内容とか、まあ、何でもいい、僕のなんかカツラかなんかつけたらいいのか、何か何でも受け入れるんで、とりあえず皆さんの好きな案でもぜひちょっと下書き込んで、僕は全部アイデアを取り入れて、まあ、よりこれが皆さんのためにも自分よりも楽しくなるように作っていきたいと思いますんで、とりあえず皆さんのフィードバックを楽しみしてって、そして皆さんこれから日本語っていう新しい日本語のシリーズを期待して楽しみしてください。はい、ピース。でもそれってこのスタジオ2とかで撮ったら、もう照明は一応もうついてるんで、はい、うん、それだけでグリーンの愛撮影できる。いやでもどのスタジオが大きくなると、どんどん寂しくなる、一人でやってて